頑張ってたんですけどあのあ全部姉ちゃんがやってくれたんだけど <laughs> あの姉ちゃんがあなんか私もね姉ちゃんのペットみたいになってるんだけどさ最近あのシャンプーあのシャンプー頭洗ってもらってでその,後のあのドライヤー まであドライヤーもあと顔のスキンケアも全部姉ちゃんにやってもらったんですけどこのペンギンにペンギンにやってもらったんですけどそれ,それをね一緒にねやっ,てやってたらねなんか3時に寝たんですよ昨日夜の3時でそれでね12時に1回起きたんですけどあのあ十12時前あの11時 ぐらい,いや違うな1回7時に起きたよねあ七7時7時だよねえおはよう」で「バイバイ」って言ったよねあ七7時に起きてるわ、ね、7時に起きたんですけどな2度寝とかしてたらあのー、完璧に起きた時間が15時だったんですよだから私12時間今日寝たね十12時間 寝ました。可愛い子発見ありがとう。こんばんは。ね、姉ちゃんがちょっと。スキンケア全部やってくれた。今日もやってもらう。予定。ね。あ、今日千葉地震あったんですか。実家大丈夫って。わかんない <laughs>。ちょっと。わかんないですね。大丈夫かな。 みんな大丈夫かい、ね、かいく愛く発見ありがとうこんばんはそうペットですペットになりました <laughs> えっ、ー、19時頃なのえ、ね、然知らなかったマジか、ね、私はご飯食べてたアラぶるペンギン 目が全然今日開かないええー、めっちゃ揺れたねペンペン姉ちゃんです姉ちゃん自信があって焦りましたって AKB 劇場行ってたんですかいいねうん電車も少し遅れたけど無事に家まで帰ってこれたよってあっおかえり良かったです 帰れたならそういえばはるちゃんさんめっちゃ髪伸びたなって最近思い始めたんですけどどうですかちょっと、はい、見えないよね絶対ね髪伸びて熱くなっちゃって最近ドライヤーめんどくさくなっちゃってだから姉ちゃんに頼んじゃってるんだけどね本当にめんどくさく感じるんですよ最近。 ね長いなーって <laughs> ねだからちょっとねちょっと私ちょっとこのぐらいまでなくしちフフかなって思ったらねあのフフ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 フ 何してても可愛いよって言っ言てくれるよね, <laughs> ね <laughs> やばいすごい苦笑いされたねはるちゃんは何しても可愛いよって言ってくれると思ったのに苦笑いされちゃったあ可愛いく発見ありがとうこんち晩中仕事終わったってあお疲れ様ですお仕事来てくれてありがとうあいちゃんこんばんはってこんばんは 素敵だよってありがとう姉ちゃんにバイト代をお支払いしたいって <laughs> 私の介護介護代みたいな、ね、でも大丈夫私が飼い犬なんですよ姉ちゃんが飼い主だからだからあのー、姉ちゃんがあの私のことを育ててくれるんですよ、ね、だから大丈夫、ね、バイト代は払いませんまあ愛情を注ぐだけですねはるちゃんは。 伸びたよね昨日「カエルカチューシャー受けよくて作ってよかった」ってねすごいねあのチュンがついたやつかわいいかわいかったねボブチュンボブチュンさ本当にボブにしたいんだよねボブというかなんかショートに一回してみたいあでも今はやんないですね今はこれは気に入ってる今ね まこれ気に入ってるからいつかやりたいあのボブにしてなんかこうやって巻くんじゃなくてこうなんなんていうのちょっとショショートこうあのー、N M B さんのあのー、小島菜緒んさんみたいなショートめっちゃ可愛いなって思うあれ。 いいつかやりたいでもさこの髪色でさやっちゃうとさなんかちょっと私的には似合わないかなって思うのでちょっといつかね髪染められる機会があればその時にイメッちゃんとして全部変えたいよね。ねはるちゃんじゃなくなっちゃうかも。今電車で帰宅中っってて気をつけてってね可愛いいありがとう、ね、何しても可愛いよってありがとう。 <laughs> ね甘やかされとるってあそうですねあのやっぱりペットなんではるちゃんだからあのそうあの姉ちゃんは,はるちゃんのこと大好きすぎて甘やかせてくれるんです、ね、こんばんは来てくださってありがとうございますワンワンねめっちゃ 横に振ってた。首。で、気に、気のせいですよ。それ、気のせい、気のせい。ね、夏にしちゃいたいよね。でもさ、そ。すぐに髪型変えれない気がする。ね、外ハネにしたい。あ。ね、ボブで外ハネもいいですよね。私その髪型一番好き。小さい頃からずっとロングだったのって。えっ、ー、とね。 あロングの歴っの方がいやいやでも違うかボブが多かった気がするなんか小4あ小4から切ってボブにしてで小6でなんか卒業式になんか髪をアレンジしたいからって言って伸ばしてで,で中1の時にまた切ってソフトボール部に入ってで切って。 で高校生あの中3の途中であの髪長い方が可愛いかなって思って伸ばしてで高1まで伸ばしてたんですよで高2から切ってそれで高2で切って2回ぐらい切ってそれから伸ばし始めましただからボブの方が多いかもしれないちょっと。うん <laughs> ね だからねドライヤーとかねあんまりねあの時間か,あのかかるの嫌いなんですよボブずっとやってたから。ねえ今の顔なら大丈夫 可愛ありがとうでもその綺麗なロングヘアは貴重だなってあ、じゃあこれ切ったら皆さんにプレゼントするね <laughs> 多分みんないらないって言うと思うけどね確かになんかねすごい亜美ちゃんがねなんかあの手入れしてくれたらなんかすごい綺麗になったんですよめっちゃ髪がサラサラになった嬉しい そう小島,小島かりんさんのあのショートかわいいねまだ染めれないんですよそうそうそう沼にはまりに来ましたってありがとうブザビってありがとうチュンですチュンチュンかわいい子はっきりありがとうはるちゃんって来てくれてありがとう ぶっちゃけ何しても可愛いのよねって <laughs> ありがとう嬉しいお,、ね、お姉さんの髪の長さはあの髪長いですね結構 <laughs> ね髪長いあのみんな髪長い気がするあの家族みんな あお父さんは長くない <laughs> お父さんは長くないけどみんな長い気がするね,ね今が人生で一番長いあいやあ小4の途中が一番長かったなんかあのー、あとちょっとで、あのー、腰みたいないや腰ついてたあたりなんか。 までなんか伸びてた時代がありますね腰ぐらいまで私今はあのー、どのぐらいこれわかんない今どこだろう今は心臓あたりわ <laughs> かんない <laughs> ね視聴者プレゼントやった ねね、買いますサイン入れるのあサイン入れるのささこ,これにサイン難しいね欲しいので予約お願いってえ欲しいのありがとうなんか嬉しいこんばんは姉っちゅうとなんだこれ何 AKB 劇場から帰宅しました30分近いなってすごいいいね30分ねえそんなに近かったら私通っちゃうかも家族で髪長いの一番えー、ママちゃんじゃないですかわかんないおっ今アバター投げたらさスモちゃんと夕ーハーもらった あ忘れてきたスモちゃんと優ハの女の子当たったでもその前回のさ時にさ一番最後に南川遥のさ女の子もらったんだよねありりのちゃんりりのちゃんくらいではないりりのちゃんめっちゃ長いよね 心臓あたりぐらいです、ね、ラップンツェルぐらい伸ばしてほしいってえダンスするときにさ邪魔にならないかなねちょっとえ邪魔になったら困るよねかわいく発見ありがとうこんばんはあぺペンペンがいるって <laughs> ペンペンいらっしゃいますそうペンペンさんどう ね、今カプセルね投げてきましたあのちょっとノーネームだったからどこのルームで投げたかは秘密です多分バレてない気がするあ南川さんこんばんはってあこんばんは来てくださってありがとうございますねアバターマシーとサイヤの男の子でしたってあいいねいいねイエーイ アバター買い忘れてるって誰にしてるのああれホるちゃんだったスモパねえスモパあのスモちゃんとユーハのあの両思いコンビなんかスモの愛がすごいのかと思いきやあのユーハも意外とスモちゃん好きっていうね ね、リリちゃん帰ってきたのってえっかんないえっ帰ってきたのわからない私あのどのぐらいいってるのかがまず分かってない周りに当たって痛い,いみたいだよってあカプセルの話これは、ね、は,はるかちゃんの次にペンペンが好きってああありがとうねえちょっと 次のおしゃべり会のブースに置いとこかな、ペンペン。かわい,い。い <あー S 1> ね、ぶさびたありがとう。あ、ゆうなちゃんだった。ね、いいね。え、すごい。なにこれ。お、すごい。 我慢できなくなったので4日の声投げますって <laughs> 我慢できない <laughs> ねえまた会えること楽しみにしてますアバタールアちゃんとスイスイ出たはるかちゃんやっぱレアキャラすぎんってえレアえ嬉しいなんか嬉しいねはるちゃん出ろ出ろ ハルちゃんのアバターよくが良かったなってえハルちゃん好きなんですかえなんか照れますねハルちゃん好きなのありがとうハルちゃんのアバターいつになったら出るんかなってあハルちゃんのアバターまだ出てこないそんな私レアキャラでし,でしたね先ほどカプセル投げたらスイスイとユーハーが出たのって言ってあそうなのいいねスイスイあのコンプリートしたんだよねハルちゃんすごい 愛が強いからスイスイへの <laughs> こんばんはぺんぺってどんな声してるんかなってぺんぺんよー僕の声ぺんぺんよーぺってねえこんな声かなわかんないぺんぺんぺぺってそんな声してんの ペペペペだよ。ペペやめとこ一回ペ <laughs> ペペペちょっとダメだ。 ムザービートありがとうございますヤホーでありがとうねメールだって取ってるんだからってあありがとうこんばんはありがとうハエちゃんアバターが出るまで諦めないっすってねありがとうねあ南川あ南川ジュニアのこと南川ジュニアって ね、姉ちゃんのアバッター出てくるかないきなり出てきたらやばい。南川姉ちゃんっていうアバッターが。あ、高い方がいいあ、ごめん。じゃ高い方。かわい,い子発見ありがとう。南川ジュニア。え、こんな感じ南川ジュニア <laughs> ダメだちょっと高すぎたらちょっと意味分かんなくなっちゃう可愛いく発見ありがとうさーてカプセル投げてみようかなって出るかなレアキャラはるちゃんってえ出るかなじゃあちょっと願っとくねえっぶざびとありがとう可愛いく発見ありがとうあ夕飯はですね今日は焼肉食べました美味しかったです今日のぬいぬいはペンペンです おいしいあ間違えたぺんぺんおいしいじゃない間違えた焼肉おいしかったって音したらぺんぺんおいしいってなっちゃったね <laughs> 低い声で「よろしく」ってよう、来てくれてありがとう南川南川です、ね、やばいなかわっちい カプセル投げたらもっちゃんだったってあそうなのもっちゃんいいね私のあの漫才の相方ですねえ焼肉食べに行ったんですそうなんですよ焼肉食べた元夜なとはるかむらさんでしたってあ元夜乃出たの おめでとう。あ、そうだ。元犬のにさあれ、れぬるぬるぬるんでもらったんだよ。すごい嬉しい。ね、あざすって、レベンありがとうございますって、あ、こちらこそです。来てくださってありがとうございます。嬉しい。沼にはまりに来ました。ありがとう。焼肉いいなって。ね、焼肉さあのね、なんかびっくりしたんですけど。 はるちゃん、今月入ってさ焼肉食べに行った回数がさ5回なんですよはるちゃんえやばくない5回,5回行ったんですよ5回やばやばくないねびっくりしたんだよ数えたら5回行ってた5月で5回行きましたねこれはもう南川焼肉大好き人間ですよやっぱり ねあのなんか <laughs>「焼肉で好きな部位はハラミが」あでもタ,タンが好きだけどハラミがハラミ最近好きねもう牛買った方がいいんじゃないって <laughs> 確かにえなんかねあのこうメンバーとさ3回ぐらい行くじゃんえメンバーと3回 ルーバーと2回だっけ家族で3回だっけん,なんかねめっちゃ焼き肉行ってるんですよ本当にでなんかねあの日曜日に焼肉行かないっていうお誘いもあって <laughs> ちょっと、ね、あのねもう6回目になっちゃうんですよえ 6回目行ってこようか悩んでる今正直ね正直悩んでるもうなんかもうさすがに太,り太っちゃうかなって丸くなっちゃうかなって私があのもうやばくなっちゃうかなって思ってるんですよ5回って週1以上になっちゃう こんばんばはワイマハラミの美味しさに最近気づきましたってわかる私もそうなんですよ、ね、ただ単にタンが食べたいよねってあっねそれ絶対あれじゃあかけてるよね絶対5月に五回ってうまいもうちょん座布団1枚持ってきてって <laughs> ねえ座布団持ってきてほしいそう ね、記録伸ばしちゃう難しそうだねいってらっしゃいって <laughs> みんな進めてくる「ね、ブザービーターありがとう今日仕事中なぜかもっちゃんのキャッチフレーズ口ずさんでました」ってえなんかさ分かるなんかキャッチフレーズってさ口ずさんみたくなるよね私もさお家でゆったりしてる時にさなんか「夕飯の,の羽」とかさ なんかすいすいとかさなんかさめっちゃ口ずさんでるんですよなんかもうみんなのキャッチフレーズ聞きすぎてなんかもう頭に残っちゃってるね家族でよく言い合ってるなんかパパがパパちゃんが一番ねあの私の背中に見えるのはが一番好きだと思うんですよね。 多分,多分一番そのキャッチフレーズが好きだと思うんですけどそれをよくねあの言ってくるので「あの夕飯の羽」ってねよく家族で言ってるでもね「今日もあなたにあなたに」ってねずっと言ってるんですよすごいもうあの多分パパちゃんの推しは「 夕飯なななのかなかわんないえ家族の推しって聞いたことないあそういえば今聞こう今聞こうちょっとね家,家族家族ラインで聞いてみよう今ね今あの家族全員揃ってるんですけどあ揃ってないわいないあの姉ちゃんが1人いないわねお推し誰?」って聞いてみよう ね、アイドルやめたら焼肉屋開業ですか <laughs> いいかもしれない、ね、ちょっと、ね、はるちゃんね食べるがかりなんですけど本当はでも今日は焼いてましたすごいなんか焼くのうまいって焼肉屋さんの,あの方に言われたんですよ焼き肉20年行ってないの あ5月中にメンバーみんなで食事行かないとねってね行きたいブザービートの後のピー言いにくすぎて笑ったって <laughs> ごめんなんかねえブザービートありがとう公園はるちゃんこ自己紹介の感じ慣れてきましたっておありがとうパパちゃんね誰推しなんだろうわかんないの一回も聞いたことない、ね、うわっ ねなんかダメだあのダメだったダメだったちょっと聞いても意味なかったね押しだれって聞いたらさ「ママちゃんとさパパちゃんさ春ちゃん」って「春に決まってんだろ」って言われたもうダメだったね聞いても意味なかったですね回答が。<laughs> え待ってああ姉ちゃんが姉ちゃん隣の隣の姉ちゃんさピメって帰ってきたピメって帰ってきたあリカさんこれリカさんのピメ あ、ダメだ。あ、ね、パパちゃんとママちゃんは私推しで、え姉ちゃんはえー、リカさん推しですね。うん。まあ確かにそうですね。あのよく一緒にね二人でねあのホーティエイトグループの握手会行ってたんですよ。 ずっとフフさん並んでたわそうだ <laughs> ねえたわい,い子発見ありがとうねパワーちゃんマーちゃんと美味しいお酒が飲めそうってすやね可愛い,い子発見ありがとうブザビッてありがとう <laughs> そうだねなんかあれ ね、パ,パ,パパちゃんなんかなんか西形さんとかなんか書いてるよえこれガチなのかなね姉ちゃん揺るがない思いがあるねってあるねそうなんだよだってなんかツーショットまで撮ってたんだよツーショット撮ってた。ねなんかサインも持ってた。 こっちの方がガチこっちレアルっぽいえこっちガチなのえあガチっぽいぜだったのえなんかちょっと気まずいえなんか気まずいわねちょっと、ね、パパちゃんパパちゃんが西方さんだって気まずいねペン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 ,ペン気まずいねなんかねちょっとね、あのどう、どうする どう接知るねこれからどうする <laughs> これからどうしよっかねねえぷ <laughs>、ねね、どうする <laughs> ねえ、ねねね、びっくりしたあのなんかみんなにガチかって言われちゃったからさガチ恋って言われちゃってさちょっと気まずくなっちゃったよパパちゃんガチ恋だったよ ゆかちゃんの卒婚を夜行バスで行ったのは誰目当てだったのかなってえっとねえ誰目当てとかってあ、え誰目当てね誰目当てってどういう目当てありリカさんあ姉ちゃんはリカさん推しなのでねリカさんではるちゃんはあのー ちょっとなんか家にあのうちわ2つあのりかさん好きだったんですけど家に2つねあのうちわがあるのは困るかなって思ってあの一番あの気になってる方を買いましたそれが本間ひなたさんのうちわです。めっちちゃ可愛いうちわ ねタオルも持ってるんですよそう買ったあぺんぺんあんねっちゃんですこれ今はあの家族の推し聞いてたブザビートありがとうカイコ発見ありがとうこんばんは沼にはまりに行きましたありがとうねママちゃん激おうこですかねパパちゃんとお友達になりそう確か え、うちはお揃いですか。嬉しいですね。うちは。うちは、このうちは。これ買ったの、はるちゅ。こんばんは。来てくださって、ありがとうございます。ひなたさん、可愛い。好きです。 ねみんなはみんなはよくあれ言ってたんですかライブひなたさん好き部屋に飾ってある私も飾ってるおそれいだねねコンサート行ってたえ同じ空間にいたやん絶対 ね、ときメッセ行きましたね私も行ったんですよ同じいいな日向さんの「特賞1」は当たったってすごいねいいね可愛い,い子発見ありがとうこんばんは来てくださってありがとうございますえ三3位もらうって恐れ多いです ね同じ空間にいたとかなんか嬉しいなってねえしいはるちゃんは嬉しい自分も有華卒業コンサートに参加してましたってあっえー、嬉しいねえしい会え,会えたんだえじゃあもう多分会ってましたね絶対同じ空間に「ときめメッ スペシシャルシートで見てたのえ、いいなはるち,ゃんちょっとそう、あのスペシャルシートじゃないんですけど意外と席が近かったお風呂に撮ったから会いに行くよってありがとう嬉しいありがとうございますじゃあサインしてあげればってえあっえ懐かしいえめっちゃ懐かしいこれも。 もらったそうすごいねこれあの私開演前にずっと見ててさあこうやって書かれてるんだってこれすごいですねえめっちゃ懐かしいえすごいねこれ。 ねすごいこんばんは来てくださってありがとうございますねえも,もらったなーってマジ懐かしいね持ってる同じだね明日新潟で用事がありこれから高速バスで新潟に向かいますっていってらっしゃーい主演後の記念撮影とお見送りは良かったなって いいね。開演前にスティックバルーン破壊されてた <laughs> ねやばいそれはでもねはるちゃんとあねちゃんはちょっとねどうしあの膨らませてないんですよなんかええ待ってなんかえやばいやばいやばいあねちゃん今膨らませてるんだけどやばい <laughs> <laughs> やばい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 ねえ配信ねえ今今膨らませてる今膨らませてる <laughs> やばいええー、膨らませちゃった記念に取っとくんじゃないのあねえ 2, 2つあるからって言って1つ膨らませてくれてるねえんか今膨らませてる 取っっててておきたたくもも俺も膨らませてなかったね私も膨らませてなかったんだけどさすごい帰りのバスに一つ忘れてないんだってそうなのあっ逆さまだったストローさせば空気抜けるのあっなるほど。 抜くことできんのこれじゃあよかったびっくりしたね姉ちゃんの生き入りです誰か欲しい方いらっしゃいますかね <laughs> 俺膨らませて終わったら空気抜いて持って帰ったってあ、そうなの知らなかったねあめっちゃ欲しい方いるんだけど オークションオークションしちゃうやばいねオークションしちゃったらね俺も膨らませようと思ったけどどこに置いたかなってどこ置いたすごい2個膨らませちゃった私もゆかちゃん卒コンいたよってあ単独コン いたの？いいなえ。外れたんだよね。え、単独外れたよね。ねねね外れちゃったの？いいな。羨ましいですね。両方入りたかったんですけどさね。両あの片方外れてしまって。南川悲しかった。ね、ちょっと。 外れてしまったけどあの新潟観光できたちょっとだけ、ね、スペシャルシートすごいね,いいねショーケースに飾ってるのね外れた人いたんだって <laughs> 私です <laughs> ねは外えっねえみんなえなんでねええっ 外れないんですかこれえなんかみんなえなんか私え南川っていう苗字ダメだったダメだったこれえできできできんですかこれえ外れちょえ外れたんですけど南川え苗字のせいかあやっぱりねえにえダメだったか。 同じ外れたよほんとにえ2時とかなんかで当たったしちょってあ2時やったえ1時だけやったのあじゃ2時2時やってない2時やってないみたいねえマジか入れたの <laughs> うわなんかそれ先に言ってよみんな教えてよ2時 <laughs> 2時のこと言ってよ ね。<laughs> でも私さあれ加入前とかさツイッター作ってなかったからさあの加入前とかさあの推しツイッターとかさなかったのでさなにだからさそういう情報が入ってなかったんですよ。ね 分かんなかった。え知らなかったな。知らなかった。ねツイッターで大事なんだね。ね。全力ハルちゃんね投げないとって。えー、なんか悲しいよ入れたんだ。ねハルちゃんも そこで外れたから三期オーディション当たったとは思いなさいなってあ確かにえこれ <laughs> 当たったあ確かにね奇跡ですねあのそこの運を多分あれですね使ってあのオーディション抽選抽選で当たったんですかね <laughs> オーディションオーディション抽選だったのかな えそれはちょっとなんか悲しいなえっはるちゃんはるちゃんの枠だけ抽選えう運強くないそれやばいやばいねえときめせの長い入場列を思い出すってあ結構長かったよねえ私ねあのときめしのあの2階の席あの座席あったじゃないですか トキメッセじゃないあのトキメッセの外のさなんかさああのななにあそこ2階の椅子で待ってたんですよあの入場まで入場の時間まで、ね、う,ちはうちは持ちながら早く入れないかなーってあのみんなが単独コンサート見てる間に私たちは2階の席で座ってた。 ね、かわいく発見ありがとう。分かったのは奇跡じゃない必然えありがとうね初めてのコールねすごい良かったえすごいねなんかびっくりしたなんかこんなにすごいんだって思った楽しかった、ね、オーディションビンゴ <laughs> オーディションちょっとビンゴだったのかなね 違いますね。オーディションは学力です。<laughs> 冗談です。こんな可愛い子が普通待ってたんか、そう普通にあの待ってました。そうなんですよ。普通にあのでもなんかあの近くに座ってた方がなんか単独コンサートのをなんかライブ？ 生…生生放送何何ライブ生…あ、それだ生配信してたじゃないですかを見て待ってたんですよだからその音を聞いて待ってました <laughs> 近くの <laughs> …近くの方がなんか生…生配信…あのー、なんか結構大音量でなんか聞いててあ、ここでこの曲やるのかみたいな解説なんか なんんか結結構構あの結構話してたんですよそれを私たちは聞いて「あ今空き缶パンク流れてるよ」とかなんか隣音 <laughs> 漏れを聞いてたそう,そうですね楽しかったですねめっちゃ、ね、終了後の物販列楽しかったなってあそうなんだ ね私はね物販列行かないでそのままご飯食べに行った声出しマ,マスクあるからまだ本気じゃないのすごっすごいね,ねすごいねみんな。 ね、単独しか見てないの入場列より朝の物販列が疲れたってあそうなんだね私たち夜参戦だったのでさあのみんなが昼を,昼を見てる間に買いに行ったので全然ねあの数人しかいなかったですねねめっちゃあの買いやすかったはるちゃんたちは <laughs> こんばんは。 ノブこれで「P」とか「R」とか圧倒されるのってあ確かに「こんばんはです」「ブザビータありがとう」「友達とおしゃべりしてたから待ち時間も楽しかった」ってねいいね私もさあのおたかつしてさなんか友達ねあの増やしたかったんですよ本当はでもなんか姉ちゃんがいつもついてきてくれてたので。 ね、姉ちゃんね握手会見なくてもついてきてくれてたんですよすごい嬉しかった、ね、この日撮ってないっていう日も「一人じゃいけないからついてきて」って言ってなんか会場,あの会場に入れないけどあの会場の外で待たせてたりしてた <laughs> ねすごいでも楽しかったですね 友達あの友達はできなかったんですけど姉ちゃんとの青春ができたので <laughs> ね姉ちゃん優しいよねでもその逆に姉ちゃんしかあの剣を取ってない時にハルちゃんもついて行ったりしてたであのパシフィコだっけそうパシフィコの,あの会場の外にちょっと椅子座れるとこあるじゃないですか そこではるちゃんずっと待ってたりもしたあでもねあのお礼にねあの、パンケーキ連れてってもらいましたパンケーキ食べたそう姉ちゃんパンケーキごちそうしてくれたのねーお宅に会いに行くのがも目的みたいなところあるの <laughs> ねーねー。いいね。 それすごい朝の物販買ってからえバスセンターのカレー食べに行ったってあっそうなのいい、ね、こんばんは来てくださってありがとうございますこんばんはじゃあ見かけたことありそうって多分ありますねなんかいろんな会場行ってましたね姉ちゃんとかあとねそうだから1回は会ったことありますよ絶対。 しかもさ私メンバーさんのあのー、誕生日のメッセージとかも書いてたんですよ普通に <laughs> あの普通にあの書いてた、ね、書きましたね,ねなんか結構いろんな方の書いててもうどなたか忘れちゃってるんですけど誰書いたっけななんかいろんな方の「なんかお誕生日おめでとうございます」とか。 きに行きましたねねよくねちゃんとブースまで行ってねか、書いてた、ね、やはりはるちゃんが可愛くて仕方ない姉ちゃんってあ多分そうですね姉ちゃんはるちゃんのことめっちゃ好き <laughs> そう突っ込んですれ違った美人姉妹か が実はよく考えたらすれ違ってなかったわって <laughs> ねあでもその時私あのすごい芋っぽかったのでこんなあの開かなけてないので多分みんな気づかないでしょうか多分まさかあ違う俺ならいくらでも友達になったのにってえー、嬉しい <laughs>、ね、なんてニックネームだったんだろうって え、普通にニックネームじゃないわ、はるちゅんあの普通にあの、はるかって書いた <laughs> ねあ普通にはるかって書いた <laughs> ねニックネームあのつけてなかったです普通にはるかとして言ってましたね目の前で書いてくれてたかもなのかって多分ね、なんかいろんな方言ったよね、なんか 生誕のなんか何実行委員の方とかなんかいろんな方いましたね普通にオタクしてましたね1年前まであ1年前はもう違うわ1年前はもうオーディション受かってる時期だ <laughs> 2年前あっ握手会は4年前かえ常じゃ何歳 うん、15歳,15歳若っ中学生だ私中学生だった、ね、卒コンのカトミナオーラあったってえ私席近かったよめっちゃえ近かったよねえそうカトミナさんたちと席近かったんですよ私こんばんは 観客席にオーラーでまぶしかった女性がいたようなって絶対私じゃない絶対私じゃないじゃんこれねブースで募集してたのも懐かしいって確かにねえ「はるか」と書かれたメセカを持ってるメンバーがいるのかってそうですねあの字が汚い時代の遥か。